西山義行は、日本の実業家。株式会社ナックの創業者で名誉会長、日本経済団体連合会理事、西山美術館館長。株式会社キャピタル代表取締役。1942年1月1日、第二次世界大戦の最中、中華民国三島省太夫市に生まれる。2歳の時に軍人である父が戦死したため、母に連れられ帰国。 実家である、群馬県瀬田郡赤木村で育つ。18歳で、単身状況、22歳の時社員、食堂受け置業を起業する。事業は、順調だったが、26歳の時ダスキン創業者、鈴木誠一に系統ダスキンの販売ディーラーに転身する。29歳の時、東京都町田市に株式会社ナックを設立、ダスキン代理業に加え、 ボトルドウォーター製造販売、建築コンサルティング等、多角経営に乗り出す。1995年ジャスダック上場。1997年、東証二部に、市場変更。1999年、東証一部昇格を、果たし、2002年経団連入会。2004年経団連理事となる。2010年根樹法省受訓。美術コレクターとして、 ゆとりろの絵画やロダンの彫刻に造形が深く、64歳の時に学芸員の資格を取得した。所有するゆとりろの絵画は、白の時代の作品など76点、ロダンの彫刻は、考える人など52点。これらは、自身が館長を務める西山美術館に展示されている。また、名跡コレクターとしても知られ、二千十三年六月、 自身が所有するローズコー,オーツの玉が世界最大としてギネス世界記録に認定された。ありがとうございます。